はい、しんです。本日の動画、サムネタイトルの通りでございますが、本日、5月2日、月曜日、今ね、11時過ぎの時間帯でございます。今日はですね、この間の埼玉大会が終わって、まあ、1週間ちょっと経ちまして、まあ、結構ね、好きなものだいぶ食べてたんですけども、また、5月3日の明日から減量を再開するということで、大会前最後の爆食、いやしていきたいと思います。まあ爆食といってもデザートね、ちらっと食べていくんですけども、私シンですが、今ね、今話題のコナンのハロウィンを映画で見てきました。めちゃくちゃ面白かった。ぜひ皆さん見てください。超面白かった。その舞台がね、渋谷なんですよ、その映画の内容が。で、僕も渋谷の映画館に見に行って、なんか自分が実際なんか渋谷にいる環境でのなんか映画を見れるなっていうのはすごいこうワクワクハラハラして面白かったです。ということで、まあ内容はね、ネタバレになっちゃうんで伏せておきますが、今ね、ちょっとお酒も飲みに行ったりとかして、韓国料理でね、サムギョプサルとかトッポギとかチーズしじみとか食べてめちゃくちゃ美味しかったです。本当にね、めちゃくちゃ素敵な方と一緒にお食事に行きまして、かなりこうモチベーションをいただいたんで、またね、減量ちょっと頑張っていければなと思います。僕ね、なかなかあんまりこうプライベートで人と絡むことってそんなになくて、まあその中でもね、本当にすごいこうモチベーションをいただける方で、もしかしたらね、いつかどこかでちょっとご紹介できればと思います。かなり素敵な方なんですけど、ということでね、こうそのね、ちょっと好きな方、素敵な方からのね、このね、なんと僕の大好きなこの地元のですね、萩の月をいただきまして、ちょっとこれもね、食べていきたいのと、セブンでちょっとちらほら買ってきました。ベイクドチーズケーキ、そして生チョコケーキ、シンガリアリ君チョコミント。僕チョコミント大好きなんですよ。チョコミント嫌いな人いるじゃないですか。みんなはどうですか？僕は好きです。そしてこのケント君にもらった、あ、これサムネ映えしますね。ケント君にもらったお土産、もうほぼ食ってるけどね。あとサムネ撮りましょう。どんな感じで撮ろうか。萩の月と萩の月をこう重ねて、生チョコもあるし、ガリガリ君もあるし、はい、サムネフ生チョコケーキとか、ケント君のこれ上乗せるか、乗せたら分かんないか。あ、いいね、バランス取って頑張って。ああ、噛みやすはい、こんな感じで OK ということで、いただいていきましょう。チョコミントはもうちょい、あ、やっぱ溶けてきてる、溶けてきてるから、早めに食べよう。まずは生チョコからいただきます。皆さん、ケーキは何ケーキが一番好きですか？僕はね、ベイクドチーズケーキが好きです。ベイクドチーズケーキも好きなんだけど、最近はね、なんかこういう生チョコケーキとか、なんか普通の生クリームも好きになりましたね。さあさあさあ、この時間に食べちゃいますよ。11時過ぎ、楽しみー。もうだって大会もさ、今もうね、あと27日後とかだからね、こんな調子乗ってらんないから、ね、
生チョコケーキ、セブンの生チョコケーキ初めてかな。うまい、うまいけど、まあ、やっぱコンビニだね。うん、コンビニレベルとしてはやっぱり、ね、うまいね。こないだパーソナルのお客さんがさ、なんか不二家のプレミアムみたいな買ってきてくれ、それのチョコ食べたから、それと比べると濃厚さちょっと薄いな、やっぱり。うん、なんかコンビニでこのレベルだとめっちゃうまいね。最高。いやー、3日間食べて飲んで過ごしましたよ。また明日からね、減量再開で、アルコールも、もう飲み会ないかな。オフラップ、あとはもう己との戦いです。さあ1個目終わりました。次はベイクとチーズケーキいきましょう。こちらです。美味しそう。昔さ、このね、今は亡きあのサンクスにさ、なんか100円で売ってたあのスティックチーズケーキとかわかる？あれめっちゃ好きだったんだよね。いただきます。濃厚。うまい。いや、ずっしりくる。カロリー203キロカロリー、タンパク質 3.8、 脂質 13.6 終わってるよね。今この生チョコケーキも食べたしさ、生チョコケーキ脂質どんくらいなんだろう。やべえ、生チョコケーキ脂質 23g。 これ蓋作ったんだけどやばい。うま。では次、ガリガリ君チョコミントいきましょう。なんか見た目めっちゃただのガリガリ君じゃん。6.3 の優秀。これ本当にここの上に板チョコが乗ってるって書いてあったんだけど、すっげえ上にずっしり板チョコある。ここね、ここ、これ、はい、
なくなっちゃっておいたところ、まあ、ここピンポイントに密集させるんだったら個人的にここの中はもっとやってくれよって感じだけど、いや皆さん大会開幕しましたけどいかがお過ごしですか。体仕上がってますか。結構連戦の選手もね多いと思うんで、体調気をつけながらね過ごしていきましょう。ゴールデンウィークはみんなどんな感じでお過ごしですか。僕は3日連続の飲みが終わったので明日も休みなんですけどね、まあ明日は現状再開するってことで、まあ朝からちょっとがっつり方法かな。お昼はエステ行ったりとかするんで、もうやがっつり絞るために今回はもうエステ通ったりとか、ちょっとお金かけて代謝上げていきます。うめえ。こういうのともバイバイだ。いや、サムギョプサルとかうまかったな。最高。やっぱね、減量のいいところはこの、なんか、こういうのって毎日食べれると何もありがたみないじゃないですか。でもこう制限して、久しぶりに食べると、めちゃめちゃ幸福感あるんですよ。幸せ。何かにこの縛りとかね、儲けとすごくすと人生おもろいですよ。やっぱり大会の時と8日ぐらいになってしまいましたけど、ちょっと太ったね、まあ、酒飲んでるからね、むくんだね。みんな仙台行ったことありますか。私の地元です。なんと7月17日かな、今までベストボディはあったんですけど、モデルジャパンが仙台で開催されたことなかったんですけどね、今年ついに仙台大会の開催が決まったので、もうそこはね絶対グランプリ取りたい。3ヶ月連続グランプリ取りたいね。次は5月29日、関東、次が水戸、その次は仙台で、8月まだ決まってないけど、ワンチャンまたね、もしかしたら横浜とかあるかもしれない。状況次第、仲いい人がいっぱい出るんで、でもあれもこれも出てるぞね。大変だからね。はい、ごちそうさまでした。やっぱアイスね、このガリガリ君なんかそんなカロリー高くないね。はい、今のところ156キロカロリーと
295、203、これだけでも700キロカロリーぐらいいってるからね、恐ろしいよ。では萩の月は大好きなんで、もう一個は取っておきます。どっかでね、カーブ入れるタイミングで脂質 4.3 とかだったら調整すれば減量中でも食えるから。賞味期限が5月の14日なので、ちょうど大会2週間前とかなんで、そのタイミングでぶち込んでさらにテンションを上げて絞っていくためにもう一個は取っておきたいと思います。ありがとうね、嬉しい。インスタのストーリー可愛いでしょ、仙台名物だよ。さあ、これ仙台名物なんですよ、これ。マジで。では、いただきたいと思います。ぜひ、次の月の案件。お待ちしております。いただきます。マジね、なんかこの独特なクリームがすごいよね。ハゲの月以外でこの味食ったことないもん。うまっ。マジでうまい、これ。ハゲの月といったらこの女性ですよね。何なんだろうね、この女性は。振られたのかな。なんか、待ってるんですかね。好きな人でも。振られたは最悪だ。なんか、何考えてるんですかね。この月でも見ながら。よーし、もうこれ食べたら減量最強だ。関東大会はマジで優勝します。頑張ります。出られる選手の方一緒に頑張りましょう。でも絶対負けません。いただきます。うん、おいしい。ハゲの月ありがとうね。感謝。ということで、5月2日、ちょっと軽めのチート、以上でございます。明日5月3日からまた減量再開して、大会が、26日後になるんですね。1週間に1キロペース落として、3キロは落とします。で、3キロ落として、水抜いて、56キロぐらい。で、関東大会は出たいなと思います。58.1 キロで、埼玉大会、5位に入賞できたので、そこから2キロ絞って、56キロ台になれば、まあ、グランプリはかなり近い感じになるんじゃないかなと思います。まあ、あまり自分のことは過信せずに、ただ自信を持って、可能な限りね、しっかりやりきって、勝ちに行きたいと思います。まあ、熊は日本大会ですので、日本大会前に 100% までのコンディションに持っていってしまうと、そこからの調整が難しくなるので、うまく調整しながら、8割、9割ぐらいのコンディションを維持して、大会ね、予選、様々な形で戦っていきたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。それでは、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。